はい、それでは題問二の解説をしていきたいと思います。言いましょう。で、この題問に関しては、まあ、穴埋め問題、そしてまあ破線が引かれてそれと似た意味のものをね選びなさいっていう問題になります。それでは最初ね見ていきましょう。はい。で、ちょうどこの十三番穴埋め部分にね何が入るか。 っていう問題なんですけれどもはい皆様、ま13の前後見ていきましょう I was already 私はすでにインターネットになんとかでその理由何によって from studying in the United States アメリカでなんか勉強していたことからインターネットにすでにどうだったのかそして次 and の字を見ると I had a lot of ideas 私はたくさんの考えを、ね、持っていた何についてそのオンラインでつながるっていうことがいかにして難儀っていうのかな難儀の生活っていうものを向上させるかオッケーインターネットのねそのシステムが整うことによっていかにして生活が向上するのかについてのいろんな考えがね浮かんでたといいかなっていう流れで 見ていきましょう私はすでにアメリカで勉強していたので私はインターネットにさあ見ていきましょうまず Typical ofB 動詞も、ね、セットで覚えていただくといいと思うんですけど B typical of 何とか何々に特有だ何々に特有だ入らないですね次 B fed up with 何々にうんざりだ何々にうんざりだ っていう熟語です be fed up with これも入らなそうですね次、be worried about 何々について心配している違いますね次、be familiar with 何々をよく知っている何々に馴染みがあるこれいいですねすでにインターネットに馴染みがあったアメリカでね勉強していたわけ、OK、なのではいこちらが正解になりますちなみに e be curious about curious 何々について、まあ、好奇心があるですね正解が D となります、はい、では次14番見ていきましょう少しねなじみがない単語だと思うんですが前後をねしっかり見ていきましょう、はい、ではその feasible っていう形容詞を含む一文見ていただくとその一行上から見てみましょうか次の4年間 私はたくさんの人と話をしました。どのようにして私たちがこうねつながることができるのかについていっぱいたくさんいっぱいたくさんお話をしたんですが、nothing seemed feasible。どれも feasible プラスマイナスはどっちになりますか？どれも逆説も捉えてみるとどれもプラスなようには思われなかった。どれもプラスには思われなかった。 OK、たくさんお話をしたにもかかわらずプラスな結果には思われなかったプラスです見ていきましょうでまず r a ア l e 耐えられる我慢できるパスボ l e 可能だおどれも可能なあるいはフィーズボおル言っちゃいますが実行できるって意味もあったりしてどれも可能なようには思われなかったこれが一つ候補ですね そして、アボイダ l e 避けることができる。アボーがね、できるって意味になりますね。避けることができる。そして、believable、信じることができる。信じられる。capable、うん、有能だ。有能だ。ということで、はい、今回、feasible っていうのが、可能だ。実行できる。このような意味になります。ということで、passable が正解になります。 でしょうか。どれも実行できるようには思われなかったっていうことです。次見ていきましょう。15番。これもね少し馴染みがないですかね。Prohibitively っていうまあ L wide 割ってて副詞ですね。この副詞の意味としてどれが似てるのかと。さあ見ていきましょう。Prohibitively expensive。サテライトインターネットっていうのは プロヒビティブに効果であったどうでしょうこれはまあ文脈で予測するしかないですねサテライトインターネットはとても高価であったこのエクスペンシブの強調語だろうなっていうことをしっかりと捉えてあげてでは見ていきましょう15番さあいきましょうまずポジティブ l y 積極的に積極的に効果おかしいですね次 extremely expensive どうでしょう極めて高いこれ良さそうですね極めて高価であるこれ読み方 thoroughly, と言います thoroughly 完璧に完璧に高い,うん,っていうんというかですね次 exhaustively これも徹底的に exhaustively 徹底的に高いちょっとこの辺はね言い回しとして不自然ですねそして seemingly これが一見とかね見たところ はい。ということで、プロヒビティブリー、強調語で正解が B となります。いいでしょうか。極めて極端にという意味になります。いいでしょうか。では次16問いきましょう。Reaching out to という表現ですが、さあ見ていただくと、その一文見ていきましょう。その左側から見ていきましょう。Because of that article その記事のために 世界中の人が私に「reaching out to」し始めたそして次そして私たちがつながるコネクトするその手助けをしますよと申し出てくれたとどうでしょうそしたら結局「reach out to」の意味は私に連絡を取り始めたこのような意味かなっていうのを想像しましょう。 またヒントがまだありましてちょうど2行上に get in touch with in いう表現がありますこの「get in touch with が誰々と連絡を取るって意味で話の展開上同じ意味になるっていうことも捉えましょういいでしょうかそうすると連絡を取るっていうことではいまず A コンタクティングまさしくこれが正解で支配するエクスクルーディング除外する Criticizing 批判するコンフォーティング慰める正解が A となります17番見ていきましょう17番の問題がちょうどね穴目になっておりますねさあいきましょうでその直前に unfortunately 残念なことにっていうマイナス系の福祉がね置かれてますね残念なことに およそ1日半のウォークがまだね必要だったこのちょっと読み方わかんないですけどこのポックハラっていうのかなっていうのはまだね1日半も歩くところにあったんだと山から下って山から下って1日半もね下ったところであったと Okay、そうすると、まあ、このマイナス系もしっかり捉えていただいてそのことはあなたの E メールをチェックすることをもちろん文脈捉えればマイナスっていうことを捉えましょうじゃあ見ていくと Adequate 十分なまずまずのどちらかというとプラス系の表現です Inconvenient 不便だこれいいですね Worthwhile 価値がある Practical 実用的な、エンジョイ b l e 楽しめる。はい、それ以外がね、比較的プラス系ですから、はい、正解が B でいけるんじゃないでしょうか。次見ていきましょう。18番、見ていきましょう。穴埋めの問題ですね。そうしましたら、その前見ていただくと、at that point。その当時、Wi-Fi っていうのはまだ、どんな技術であったか。 まあ本当田舎の地域でっていうのが分かれば Wi-Fi はまだ発展途上的な発展途上の技術であったこのぐらいの読解で見ていきましょう i l l e g a l 違法な Emerging これが新しく起こっている進行の Established 確立された Excellent 優れた Efficient 効率的な能力的なというぐらい正解が Be emerging がいいけるかと思います、OK、新しく現れてきている技術であったと19番見ていきましょう穴あめの問題ですねさあその一部見ていただくと私はね気づきましたで一折。もし私たちが私の村を、まあ、インターネットとつなぐことができれば私たちはまあ使うことができると その何するために国中の村をつなぐためにどんなモデルもちろんこの私の村とインターネットをつないだのと同じモデルを国全体でも使うことができるこのような展開であろうとそうするとセイムいけるでしょうかであとは「エビデンス」「明らかな」 理論的なこの2つは名詞ですね今回モデルにかかるんで形容詞が必要ですから形的にもこの2つはまあ入らないかなとっていうことです以上か同じモデルを使うことができるであろうと20番見ていきましょう穴あめ問題ですねさあいきましょう で「We で」で、まあ、後ろが、ね「ING」の形になっているこれもしっかり捉えておき、はい、でその一文、ね、見ていただくと私たちはとても人気に、はい、で後ろ見ていただくと「We started expanding the network」そのネットワークを拡大し始めたスローリーゆっくりと一つの村から次の村へと 拡大し始めたです、ね、あとはじゃあ当てはめていきましょう私たちはとても人気になったことを思い出したとか覚えていたちょっと文脈上ね当てはまらないですかね次「フィー l ライカー」の字何々したい気がした何々したい気がするっていう字をね「フィー l ライカー」の字これ実際人気になっている文脈をしっかりと読み,みましょうですから入らない で次「マインド ING」「何々することを気にする」「嫌がる」実際人気になったのではい入らないそしてそれを嫌がっているのは文脈もないで次 D「エンドアップ ING」「結局何々する」「エンドアップ ING」IN「これで結局何々する」「結局とても人気となったのだ」そして村から村へとインターネットのサービスを広げていったんだ これが当てはまりまりすそしてギブアップの字で何々するのは諦める。と、はい、いうことでしっかり流れをつかんでいただいて結局人気となりネットワークを拡大していったのだっていうつながりです。さあ次行いきましょう。21番見ていきましょう。Digitaly literate その一文見ていきましょう。その一行上ぐらいからね見ていきましょう。 The 学生セカンドリースクールだからまあ中学生高校生ぐらいの学生っていうのがインターネットを使っているオールズハイムずっと研究のためにそしてここだデジタルリ,リテレートになってきているどういうことでしょうインターネットを使っていてデジタル的にリテレート読み書き能力があるリテレートの文字通りには 読み書ききのできるっていう形ですねじゃあ,まあデジタル的に読み書きができるコンピューターをうまく扱えるそのような意味でしょうかさあいきましょうこれは本当手紙のね読み書きデジタルの話じゃないですねパで次情報技術を使うことができるこれはね良さそうな感じですね図書館で研究 デジタル化がないですね。セカンダリースクに出席。デジタル化がないですね。リテルチャー、文学を楽しむ。デジタル化がないですね。はい、正解が B となります。22番いきましょう。Smart はい。そうしましたら、ちょうど22、その一部見ていただくと、1行上 moreover。さらに、私たちは、 スマートヴィレージーズを作り上げることに取り組んでいると。ステップバイステップ、一歩ずつ。で、後ろ、bringing as many ICT services。ちょっと難しいかな。ICT services ていうのが情報通信技術っていうものをもたらすことによって、スマートな村を作っていこうぜっていうことに取り組んでいると。じゃあ、どういうことスマートとは もちろん利口な賢いって意味ですけどパソコンとかねコンピューターにおいて利口な村にしましょうっていう流れですじゃあ見ていきましょう上品だが経済的うんコンピューター感ないですね次アトラクティブリデ l o p プト魅力的なほどに発達しているコンピューター感がねちょっとないですね Advanced 技術的にこれですね技術的に進歩したと。正解ですかね。そして n e タ t and safe。まあ、きちんとして安全である。そして completely automated, automated。完全に自動化された。コンピューター、その、ね、技術的なこれが必要ですね。テクノロジカリーアドバンスこちらが正解となります。はい、これで全部終わりましたので。 解説を終わりにしたいと思います。